マインクラフトダンジョンズの歴史、発売は2020年5月26日ダウンロード版のみで発売されました。発売当初はこのフィールドのみでした。要塞と地下寺院、そしてタワーはまだなかったんですよね。このハテナハテナハテナを解放するのにものすごく時間をかけた思い出があります。ちなみに一番最初に入手したユニーク装備は月のダガーでしたね。そして発売から約1ヶ月、2020年7月1日にダウンロードコンテンツ第1弾ジャングルが実装されました。ここですね、新しく追加された装備が山猫のアーマー、ムチ、汚染された種、この3つだったと思います。当初はとにかく弱いと思ってましたけども、まあツタのムチは今でもめちゃくちゃ使う両武器なんだけども、まあ毒の強さっていうのをいまいち理解してなかったんですよね。続いて実装されましたのは2020年9月8日ですね。ダウンロードコンテンツ第2弾冬エリアが実装されました。秋なのでね、山の方かと思いきや次に実装されたのは冬エリアでした。で、新しく追加された装備がスノーアーマー、雪の弓、氷の杖だと思います。そしてね、緑のローブもこの辺りで実装されたんじゃないかなって思うんですけども、ちょっとそれは定かではありません。もうとにかく、冬の指先、あれが強くって、あれを入手したらもうほぼ勝ち組みたいな感じになってましたね。ちょうどこの頃、新しいエンチャントでバーストボーストリングとクールダウンショットが確かこの辺りに実装されたと思うんですけども、あれでね無双してましたね。まあ未だに冬の指先は最強の弓なんですけども、とにかく強かった。ダウンロードコンテンツ第2弾から約2ヶ月後、11月17日に無料アップデートが行われました。そこで追加されたのがここ地下寺院ですね。装備も実装されて、バトルスタッフとデュアルクロスボウが使えるようになってます。確かその2つだったと思うんですけども、当初はバトルスタッフめちゃくちゃ強くって、使ってる人は結構いたんではないでしょうか。そしてここでアポカリプスプラスも実装されたんですよね。これが実装された時がとにかく鬼畜、もう無理ゲーだったんですよ。とてもじゃないけどクリアできなくって、ゲームから離れる人が続出したと思います。私もね2週間ぐらいゲームから離れました。もうとてもじゃないけどクリアできないんですよ。あのモッドのナイトメアモッド、あれですよ、あれが、通常でやってたんですよ。もうとにかく無理でした。アポカリプスプラスが実装されて約1ヶ月後、12月9日にダウンロードコンテンツ第3弾山が実装されました。これが実装されたと同時に難易度調整が、されまして、プレイヤーが若干戻ってきた感じでしたかね。とにかく無理ゲーだったのですごくやりやすくなりました。で、装備が追加されて、テンペストナイフ、ウィンドボウ、登山装備にエメラルド装備で、アップドラフトの書と、カバンですよ。このカバンが革命を起こしました。カバンが実装されてからカバンビルドを使う人が続出したんですよね。もうとにかくカバンビルド強かった。まあ今でも強いんですけども、今以上に強かったんですよね。範囲が広くって。続いて2021年2月24日にダウンロードコンテンツ第4弾ネザーが実装されました。で、ネザーの実装とともに古代狩り、これも実装されたんですよね。黄金装備の登場です。で、ここで装備がかなり追加されまして、コブクロスボウ、ティグリンアーマー、壊れた装ブレード、スプラウトアーマーで、ブラストだけとボーンクラブ、ツタの弓、パワーシェイカー、稲妻の矢筒、スピンブレード、そしてこの辺だったと思うんですけども、レイピアとバーストクロスボウ、ビーネストアーマー、これもね確か実装されたんだと思います。ちょっと前だったかもしれないですけどね。まあとにかく装備がかなり増えまして、黄金装備が出たので、今までの装備を捨てて、黄金装備に切り替えた人が多いのではないでしょうか。もうとにかくね周回しまくってたなぁ。いい装備を求めてとにかくやりまくってました。
ダウンロードコンテンツ第4弾から約3ヶ月後、5月26日にダウンロードコンテンツ第5弾が実装されました。海ですね。海がここで実装されてます。装備も結構増えまして、サンゴブレード、イカリ、ハープンクロスボウ、イカの防具、カメの防具、バブルの弓、エリクサーのカバン、お菓子のカバン、ガーディアンの目、森の矢筒ですね。結構増えましたよね。で、ここでまた革命が起きるんですよ。それがバブルバースターのワンパン弓。これがね、流行ったっていうか、まあ持ってる人も少なかったんだけども、これを持ってるとマジで最強でした。バブルバースタープラス、イカの防具、発光するイカの防具か。と影の衣どっちか、このピョンってジャンプすると無敵になるやつでバブルバースターを使うとワンパンできたんですよね。でこれに、バーストボーストリングとクールダウンショット、あとチャージ経過が入ってればマジで無敵だったんですよ、うん、でもこの頃ってエンチャントを変更することができなくって、ほんと持ってる人は一部だったと思います。俺もね、自分では入手できずにもらって使ってましたね。あれはマジで最強だった。そして最後の有料ダウンロードコンテンツとなる第6弾が7月12日に実装されました。発売から約1ヶ月ちょっとですね。で、有料ダウンロードコンテンツは全て終わりっていう感じです、エンドが実装されてます。で、ここでも装備が結構増えまして、黒曜石のクレイモア、裏切りの刃、影のクロスボウ、そして、虚無の矢筒、シュルカーアーマー、影の断片、複製の章、あと虚無双剣と虚無の弓で、テレポートの、ローブもこの辺じゃないかな。あとベッグスの歌、うん、そのあたりが確かここで実装されたと思います。ラスボスが強かったのよ最初。2回ぐらいやられてようやく倒したかな。ほんと強かったので苦戦した思い出があります。そしてエンドの実装から約半年後、確か2021年の12月頃だったと思います、タワーが実装されたんですよね。今は1週間に1回更新されるんですけども、当時は3週間とか 2週間に一度の更新でした。で、難易度が今よりも高かった。うん。普通にね、ネームドの敵が、フィールドに出てきたりしたので、結構無理な時があったんですよね。いやー、それぐらいの難易度を今でもちょっとたまにはやってほしいですね。それから小さなアップデートがいくつかありまして、2022年の10月、最後のアップデートとなりましたね。ここ。絡み合った木の頂き、これが実装されました。確かこれが一番最後だったと思います。で、装備も追加されて、根腐れのアーマー、そして炎症のトーテム、この2つが追加されてます。未だに使い方がいまいちわかりません。実際強いのかどうなんでしょうね。使ってる人をほぼ見たことないんですけども、どうなんでしょう。そして現在2024年、まだ発表はありませんけども、マインクラフトダンジョンズ2の発売を心待ちにしております。お願いします、運営さん作ってください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。